雑誌のお仕事で、あかりとひかりは畑仕事に挑戦することになりましたわ。思いがすれ違って喧嘩もしたけど、姉妹の絆は深まったの。だけど、またもやネガティブジュエラーが現れましたわ。テクノジュエルでチューンアップに成功だっぷ。サウンドジュエルが揃うまであと少しだっぷ。そこにミラクルミラクルが世界アイドルバトルの日本代表に選ばれたとの知らせが届いたのでございます。こいつはノックだぜ。ブラボーだっぷ。エクセレントでございます。ミラクルチューンズレッツミラクル。世界アイドルバトルは世界中に生中継で放送される音楽番組。アメリカやイギリスなど各国の選ばれた代表のアイドルが世界中の人が見ているカメラの前でパフォーマンスを披露します。 OK。 放送を見た人は一番応援したいと思ったアイドルに投票するのね。 Yes、 その通り。投票できるのは1人1票。歌やダンスの他にチームワークなんてのも採点に大きく影響すると言われています。 Yes、 チームワークはバッチリよ。歌もダンスもOK。 世界を相手にミラクルシェリナ。はい。女神様、ミラクルミラクルが世界アイドルバトルの日本代表に選ばれました。夢みたいなんですけど。夢じゃないわよ。世界中の人にミラクルミラクルの歌を届けることができるビッグチャンスね。ハーモニーエネルギーもたくさんチャージしなくちゃ。残りのサウンドジュエルはあと3つ。祝福の歌を取り戻すまであと少しね。ミラクルチューンズ。日本代表よ。こんな小娘どもが世界中から注目されるなんて。忌々しい。寝違い女子、注目されない自分とミラクルたちを比べてネガティブ大爆発だな。なんですって。寝違い女子、妬む必要はありません。要するに私は
寝違い女子の誰よりのファンですよ。はあ、やめてやめて、気持ち悪いわね。博士一人に応援されたって嬉しいわけないですか。それはそうだ。いや、私は要するに溝落ちさんのことも応援しています。おお、博士はどうしたんだ、熱でもあるのか。絶対に許せない。ミラクルどもアイドルバトルになんて出場させてやるものですか。魔王様、ついにこの時かけた。世界を舞台にネガティブを振りまき、破滅の歌を完成させるのだ。ついに最後のネガティブジュエルを。お任せください、魔王様。ここは私だけで十分ですわ。この私が決着をつけに参ります。待って。 It's great! Miracle, miracle! クラスメイトが世界アイドルバトル出場だなんて信じられないよね。スパーク、カノはこの1年間頑張ったんだ。カノは最高のアイドルだよ。 Yes! カノン最高。アカリ様はもっと最高だよ。おやおや、あんたたちミラクルミラクルのお友達じゃないの。ごきげんよう。おばさん誰？お姉さん誰？お姉さんはね、ミラクルミラクルの CD を特別に無料で配る親切なお姉さんよ。はいはいはい。ミラクルミラクル毒リンゴのジュエル、聞いたことないけど。当然よ、だってまだ発売されてない新曲だもの。本当にタダでくれるの？いらないわよ。タダより怖いものはないもん。いいからお聞き。なんだか憂鬱だわ。気持ちがどんどんネガティブに。おい、何なんだよこの曲、何なんだよお前。ゼロさん、それって。そう、ミラクルちゃんたちが世界アイドルバトルで着る衣装よ。世界中にミラクルミラクルをお披露目するんだから、衣装はスペシャルじゃなきゃ。私はいつも通りの衣装でいいと思うんだけど。私もいつも通りでいいと思います。ほら、これなんてどう？こんな！何よ、ゆずちゃんたらまた急に大声で。そういえば、沢登りさんが小次郎にアイドルバトルのメイクの件について話があるって。本当？でもアイドルバトルの衣装、本業の方が大事でしょ。女神様、アンジー学園から大量のネガティブオーラを感じます。え、私たちの学校から？闇と沈黙、独独断、独独断。
ユンタ、ユドルフに、エリナちゃんまで。あの人は毒毒団の。おお、すごい大量のネガティブオーラだわ。デラックスネガティブジュエラー寝違え。あの人ってネガティブジュエラーだったの。みんな変身よ。ジュエルセット。オッケー。パン。ライブスタート。カナー行きますわ。コールミー、アカリ、ガリー、マイ、ムータ、カノン。私は今までのネガティブジュエラーとは違うわよ。ネガティブジュエル。そうよ、このネガティブジュエルは私が私であるための証。ネガティブジュエルのおかげで今の私があるのよ。さあみんな、もっと大声で歌うのよ。ドクンドクドクドクンドク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 ダン、闇と沈黙ドクドクダン。ストップ、今すぐその変な歌ストップ。闇と沈黙ドクドクダン、ドクンドクドクドクンドクドクドクダン。ほら、みんなもうあんたたちのことなんてどうでもいいのよ。忘れられて応援してもらえなくなって、寂しい、惨めな、ネガティブな気持ちになってきたでしょ。こんなことで私たちをネガティブになんてできないわ。運命の時は今、1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76,
のよ。大切な友達をネガティブにするなんて絶対に許さない。何が友達よ。友達なんてくだらない、バカバカしい。ネガネガネガくる。ライブフィニッシュ。オッケー、フルボリューム。だったんだ。それにチューンアップできないなんて。ファイナルモードに変身さえできれば私たち3人が揃えばあんたたちの攻撃なんて効きやしないのよ。俺たち3人デラックス独独団、改めデラックスネガティブジュエラー。要するにどうあがこうが無駄な抵抗ということです。何よ、さっきは友達なんてバカバカしいって言ったくせに。そうよ、ユウたち仲良しのお友達じゃないの。はぁ、あ、こいつらは友達なんかじゃないわよ。だってあなたたちいつも一緒にいるじゃない。今だって二人は仲間のピンチを助けに来たんじゃないの。わからんこと言うな。こいつらは友達でも仲間でもないわよ。要するにいつも喧嘩ばかりしています。仲良くなきゃ喧嘩もできないよ。許せるせい。
我々が持つ最後のネガティブジュエルは絶対に奪うことなどできない。次に会う時がミラクルチューンズ、お前たちの最後だ。ドクドクナンはどこに行ったの？ドクドク団の3人が最後のネガティブジュエラーだったなんて。このままじゃ祝福の歌は完成しない。我らドクドク団がネガティブジュエラーであることが明らかにされてしまったわけだが、私たちのジュエルはミラクルチューンズに奪うことは不可能ってわけ。要するに次回こそは世界を我らの手に。ドックンドクドク。